自然資本主義社会を基盤とする次世代型食料供給産業の創出と題しまして東京大学教授高橋新一郎プロジェクトマネージャーより報告いただきますよろしくお願いいたしますご承認ありがとうございます高橋ですでは始めさせていただきます最初のスライドになりますけれどもあのここにありますように えー、この人たち、このメンバーで、あの、現在、プロジェクトを進めております。最初に、あの、あの、この会場の方々に、あの、あれのよりも、多分、あの、オンラインで聞いている方々に、ちょっとお願いしたいんですけども、スライドっていう、あの、ソフトがあるんですけども、えっ、ー、と、ウェブでスライドアクセスして、3 1四4 6 2 0をタイプインするか、えっ、ー、と、ここに出ている QR コードに、をちょっと読み込んでください。 でちょっと皆さんに質問したいと思うので、えー、と参加お願いします。で今日はあの最初にこのプロジェクトは目指すものっていうお話をさせていただいて、えー、AI ニューチューションっていうのを使うんですけども AI ニューチューションとは何かっていうのをお話したいと思います。でその後に、まあ、最後に今後の展開という順番でお話をさせていただきます。でこの30分間で皆さんに一緒に考えてほしいメインテーマなんですけども まあ私たちはこのままの生活を続けていて大丈夫なのかということになります。で、人類は今まで誕生以来、微生物、植物、動物、それから鉱物など、地球上のあらゆるものを利用して生きてきました。で、そういう意味では千葉先生が最初おっしゃったように、太陽光線もそうなんですけども、まあビッグバンで地球がぐるぐる回ってるっていうエネルギー、この2つしか我々エネルギーとしては手に入れていません。で、この活動は人類の生活を豊かだとすると同時に、まあ経済価値を優先した、 産業開発っていうのは私たちのかけがえのない地球ワンアースに大きなダメージを与えてきましたそこで皆さんに質問なんですけども私たちはこのままの生活を続けていて大丈夫なのかというのを、えー、と皆さんにちょっとお聞きしたいと思いますそれで、えー、と先ほどスライドにアクセスしてだいたんですけども、えー、大丈夫でしょうっていう方は1を選んでいただいてまずいでしょうと思う方は2、えー、ちょっと分かんないなと思う方は3をえ入れてみてください なかなか会場の方はそれ見えないと思うので、ちょっとお聞きしたいのは、えっ、ー、と、まあ、アクセスできない会場の方として、一の大丈夫だと思う方ってどのくらいいらっしゃいますかまずいと思う方、ちょっと手を挙げてください。ちょっと分かんないなと思う方。ありがとうございます。まあ、あの、外して、あの、これはまずいなと思う人がここに集まってるっていう感じはあるんですけども、えっ、ー、と、今、あれでするので、やっぱりまずいでしょうっていう人が。 えっと、非常に多いっていう、えっ、ー、と、状態になっています。で、まあ、オンラインキャンパスとか、まあ、オンライン用のオープンキャンパスとか、まあ、高校への出前授業とずいぶんやってるんですけども、今、延べ700人近くの人に質問して、まあ、97%の人たちが、あと2を選択しています。 で、実際、あの、皆さんよくご存知のねグレータさんも、えー、地球温暖化にもたらされるリスクっていうのを、えー、訴えているわけですけども、まあ、これは、あの、ユース世代、まあ、次の世代の、えっ、ー、と、意表示と考えることができるかと思います。で、まあ、人間活動のために引き起こされたと考える地球上の問題の例を挙げてみましょうっていうことなんですけど、これも散々出てきたので、まあ、一番の問題は人口増加なんですけども、まあ、人口増加は20世紀の半ばから、 えー、非常にこう増えているっていうのは皆さんご存知の通りです。で、これに従って、まあ、環境破壊や異常気象、資源の枯渇や政府作用性の減少、えー、モノカルチャー化や、えー、産業廃棄物の増加、食、え、品、ー、ロス、えー、食料不足や水不足、パンデミックなどが起こっています。まあ、ちょうどそれをこうグラフに表してみますと、人口が増えると同時に人間活動が上がっているっていうことも分かりますし、えー、同時に 地球への負荷も、えー、と大きく増えているというのがお分かりになるかと思います。まあ、気候変動や感染拡大だけではなくて、まあ、現在非常事態宣言をすべきような現状ですが、まあ、内閣府の方がいらっしゃるからそれを批判するわけじゃないですけど、内閣府が提唱した、まあ、あの社会、人間中心の社会というのは、Society 5.0というんですけども、い、まあ、未だに我々は人間中心の社会っていうのを捨てることができません。 ま、解決サイの実施といもあったなしですが、人類自身は現在の生活を捨てることができないっていうのは事実だと思います。まあ、どうやって5.0まで来たかっていうことを、まあ、これ、資にした図なんですけれども、最初は狩猟から始まり、農耕ということで、先ほど話があったように、農学っていうのは科学的な農業生産を実現して、爆発的な人口増加を支えてきました。一方で工業は、 この生活力を基礎に資源を利用したその時の社会のニーズに合ったような便利な生活を提供すると同時に実際今問題となっている大量生産、大量消費という資本主義社会を発展させてきたというのは、えー、皆さん認めるところだと思います、まあ、実際に私自身はソサイティ5.0というのはサービスの社会だと思っているんですけども、えー、まあ農林水産業というのは暮らしを支える当たり前の産業構造なので えー、存在の重要性っていうのは実は十分に認知されていないと思います。まあ、経済変調の社会に迎合して、えー、地球に大きな負荷をかけてきたっていうのも、えー、先ほど柴田先生がおっしゃった通りだと思います。まあ、生命を根本を支える第一次産業っていうのが、えーまあ、再生することが人類の生存に必須なんですけども、まあ、工業とか商業とか情報といった、えー、技術は その時短期間的に人類のニーズを解決するためにはいいんですけどもリアルな農林水産業のインフラの再生の中心手段にはなり得ないというのは事実だと思いますそういう意味では全ての人間活動は地球の存在が前提で我々はソサイティー5.0を超えるような地球のことを考える社会ソサイティ X というのの実現を目指しています ま、実際のプロジェクトの、えっ、ー、と、真の狙いと書いてあるんですけども、今、大量生産、大量消費の経済資本主義に基づく食生産や供給というのが続いていますと、結局、食の過剰生産をこえ、地産地消の仕組みが壊れて、食品ロスが増加し、食不足が起こって、工事が拡大し、まあ、温室効果ガスが増えて、森林資源が減少して、生物多様性が創出するために、地球資源の枯渇が起こって、地球への負荷が増加して、まあ、人類の存亡の危機になっていると。 まあ食を例にしたグローバル経済による人類の生存の危機経路っていうのをが如実にわかります。まあ何とかしてこれを防ぐためには、えー、我々の食のスタート地点を質量量を含む質の高い食を設計して開発して、これによって、まあ、健康寿命を延伸するということで、えー、地球への負荷を減らす。同時に、えー、未利用や新規資源を用いて質量を満たすような食生,食生産をして、 まあ、食の過剰生産を抑制するという、さっきの経路を全部マイナスに回し直して、まあ、えっ、ー、と、パンデミックを防ぐようなことによって、えー、社会を変えていくということを考えています。えっ、ー、と、イート財団と、まあ、ランセットが提案している人に優しく、まあ、健康寿命を延長して、えー、地球に優しいメニューっていうのを出してるんですけども、まあ、実際、日本人の20歳以上の人が食べているものと比べますと、やはり大きく、えー、肉類の えー、量あの摂取量がが多くなっているっていうのが分かるかとのかか思います、まあ、実際にあの健康寿命を長くしようとしますと今食べているものの10%から30%ぐらい、えー、食事制限をするっていうのが実は猿でも人間でも、えー、健康寿命を延長するために重要だっていうことが科学的に分かっているのでそういう意味では必要、えーまあ、量を含む高い食の設計と開発っていうのが大きなテーマになると思います。 我々はそれを AI ニューチューションという方法で実現しようというのがこのプロジェクトの目標になります。もともとタンパク質を十分に摂取していない子どもたちの成長というのは悪いぞというのが我々の研究のスタートでした。でこれはクワシオルコールという、えーまあ、あの栄養主張なんですけども、この子たちは穀物、炭水化物を十分とっているんですけども、えーとまあ、必須アミノ酸が足りないので、えー、と筋肉が減少し、一時期成長自体が起こります。 これは必須アミノ酸の不足のシグナルだということを私たちは証明したんですけども、実はインスリンを成長にしては IGF というホルモンの活性が下がるために、えっ、ー、と、皆の成長が止まっています。一方、この子どもたちで典型的なのは、この中ポコッと出てるんですけども、えっ、ー、と、肝臓が肥大し、脂肪肝になります。で、これはなぜかというと、まあ、アミノ酸の不足がシグナルになっているということを私たちは発見しました。 これ直接シグナルになってるんですけども、これが一つの実験例ですが、成長期のラットに低タンパク質を給収しました。これだいたいコントロール食の3分の1のアミノ酸が入っている、えー、と餌を1週間食べさせますと、肝臓に脂肪が3倍から4倍溜まるっていうことが分かりました。で、じゃあどれが、どのアミノ酸が重要かっていうのは20種類アミノ酸があるんですけども、1個ずつ3分の1にした餌をこう食べさせたんですけども、 で、そうしたら、このスレオニンとアルギニンっていうのを3分の1にした不足した餌を食べさせると、えっ、ー、と、脂肪が溜まるということが分かりました。で、これを見ると、あ、これがあのシグナルだなって思ったんですけども、えっ、ー、と、まあ、あの、アルギニン結合、スレオニン結合が肝臓に脂肪を蓄積させる直接のシグナルかっていうと、実はそうでなかったっていうのが答えになります。で、どういう実験をしたかって言いますと、3分の1のアミノ酸のえっと餌にこのスレオニンを戻してやる。 あるいはアルビニンを戻してやって、えっ、ー、と、この脂肪肝が治ればよかったんですけども、治らなかったので、これはこのアミノ酸が、えっ、ー、と、シグナルになってないっていうことを示しています。ここまでいいでしょうか大丈夫ですかこれわかんないと次行っても何だかわかんないので、よろしいでしょうかじゃ何がシグナルになってるのかっていうのが次の疑問になるんですけども、じゃあ、アミノ酸が変わるんだったら、血中のアミノ酸の濃度を調べてみようと思いました。 この黒い線がコントロール色のアミノ酸のパタ,パターンを1にした時のパターンを示してますけれども3分の1のアミノ酸を食べさせた時にみんなアミノ酸が減るわけではなくて増えるアミノ酸もあれば減るアミノ酸もあるということがわかりました。元如実なのはアルギニン欠乏にした時の餌を食べさせた動物なんですけれども確かにアルギニンの濃度は血中アルギニンの濃度は下がっているんですけれども他のアミノ酸が上がったり下がったりしているということがわかりました。 で、このことから餌ごとに特徴的なパターンを示すっていうことが、えっ、ー、と、明らかになりました。他の結果からも、この肝臓に溜まっている脂肪を、えー、まあ、アミノ酸で説明する、1個のアミノ酸で説明するっていうのは、非常に難しいっていうことが分かりました。で、そこで始めたのが、こう、非線形の検出になります。で、非線形のやり方なんですけども、 ここにありますように20種類のアミノ酸を一つのベクトルとして、で、そこにアウトプットをどれだけ脂肪が溜まったかっていうことで考えるっていう実験をしました。まず一つは教師なし学習といって、これ自己組織化マップっていうんですけども、これは20個のアミノ酸がこうぐるぐる回ってるわけですけども、それはパターンが似てたら隣のところにこういうふうにクラスタリングしていくっていう手法になります。 で、あの、結果はこれなんですけども、この一つ一つの四角を一匹一匹のあの、ラットだと思ってください。そうすると、この四角同士の隣の、えっ、ー、と、四角は非常にアミノ酸のプロファイルが似てる。アミノ酸のパターンが似てるということです。で、それを、えっ、ー、と、この色が変わってるんですけど、色が変わっているところは大きくその間でもプロファイルが違うということで、例えば、ここに出てる黒いところは、えっ、ー、と、これに比べると大きく違う。これに比べても大きく違うということで、 これ見てわかるのは、このところに大きな溝が2つあるっていうのはわかるでしょうかよろしいですか全体としてパターンがここで大きく、こことここで大きく変わってるっていうのはわかるでしょうか ?3 つのグループに分かれています。このグループと、このグループと、このグループっていうふうに分かれてるっていうふうにこう見るんですけども、ここへ脂肪の量を乗せてみますと、 こういうふうにちょうどそこのところで脂肪が溜まるパターンと溜まるパターンとたまらないパターンがあるということが分かりました。このことから、えっ、ー、と、血中アミノ酸のプロファイルは血中の中性脂肪、肝臓中の中性脂肪の量に相関関係があるということがこれで明らかとなりました。で、次は教師あり学習といって、これネット、ニューラルネットワークなんですけども、えっ、ー、と、まず、えー、135個のデータセットがあるんですけど、そのうちの90個を使って、 えっと、勉強させます。こういうアミノ酸のパターンだったら、このくらい脂肪がたまるっていう勉強をさせておいて、そこに、えっと、わ、えー、からない。今、アミノ酸の濃度だけはわかっている。動物のアミノ酸の濃度を入れます。で、脂肪量を、えっと、プレディクトするっていう方法です。で、学習データの方は当然学んでますので、ほとんど100%合うんですけども、じゃあ、未学習の方はどうかって言いますと、えっと、ほとんど10%ぐらいの確率の えーまあ、誤差で、えー、と脂肪の量を、えー、予想できますですから皆さんのアミノ酸を調べれば血中アミノ酸を調べればどれくらい脂肪が溜まっているかを10%の誤差で予想することができますこれはなかなか恐ろしいことなんですけど溜まってないって思っている人のどれくらい溜まっているかすぐ分かってしまいますでこのことから単独の血中のアミノ酸濃度ではなくて、えー、血中アミノ酸プロファイルが えと肝臓の取り繰り精度の量を反映しているということが分かりましたでは血中のアミノ酸濃度の変化は少なくとも、えーとえー、とけあの肝臓の脂肪の蓄積と関係があるんですけども原因か結果かは分からないわけですよねでそこで原因かどうかを調べてみることにしましたで実は大昔に僕は学生の頃なんですけどもアルギニン欠乏食にアデニンっていう核酸を加えると えっと、脂肪肝が抑制されるっていう実験を名古屋大学の先生がやっていまして、これがアルギニン結合だとすごく脂肪が溜まるんですけども、アデニンを入れると脂肪が溜まらなくなるっていうことが分かっています。で、これさっきの、あの、解析をしてみたんですね。で、MLP 解析をしてみると、えっ、ー、と、なんと恐ろしいことにアデニンを加えたときには脂肪が溜まらないっていうこともこの式で予想ができます。だから、まあ、AI はきちんとこれを予想できてるっていうことが分かりました。 で、この時のアミノ酸のパターンっていうのをもう一度よく見てみますと、肝臓が脂肪に蓄積する場合っていうのはどうも見るとみんなすごくよく似てるんですね。そこがたまらない場合を見てみると、こういうふうにここの部分がかなり凹んでるっていうのがわかる。この部分がこんでるっていうのがわか,かると思うんですけど、ちょうど上に乗せてみますと、こういう感じで、えっ、ー、と、いわゆる分岐酸アミノ酸って言われてロイシン、イソロイシン、バリンっていうのが低く、メチオニンがすごくたまらない時は低くなってるっていうことがわかってきました。 じゃあ、このバリンやイソロイシンやロイシンを減らすような餌を食べさせたり、まあ、えっ、ー、と、メチオニンを下げるような餌を食べさせたら、確かに脂肪がたまらなくなるかっていうのが調べてみることにしました。これは結果なんですけれども、えっ、ー、と、BCAA って書いたのがイソロイシン、ロイシン、バリンを減らした餌ですけれども、そうしますと、えっ、ー、と、肝臓中の脂肪が大きく減るということがわかりました。まあ、同様にメチオニンを減らしてやると、やはり肝臓中の脂肪が 落ちるこの結果は血中アミノ酸のプロファイルの変化自身が原因にあって、えー、と肝臓の脂肪蓄積を起こしてるっていうことがこれから分かりました。よろしいでしょうか、まあ、血中アミノ酸が重要だっていうことがこれで分かったわけです。そして今までの栄養学や内分泌学っていうのは何かを食べさせると、まあ、アミノ酸などの栄養素や代謝濃度が変化して これが結果として、まあ、インスリンオペプションみたいな細胞外情報伝達因子を、えー、と変化させるっていうことが分かって、まあ、これ自身が、えー、とすごく抑制されたり増加されたりするといろんな病気になるということが分かっているので、まあ、結果としてホルモンのシグナルの異常がいろんな病気を起こすんだっていうのが、こういう連鎖を見ていくっていうのが今までの栄養学内部 P 代謝学でした。 で、実際に、えっ、ー、と、クワシオルコルの双子の成長の地帯っていうのは、実は腸内細菌のサインによって変わるっていうことも知られていまして、まあそういう意味では、えっ、ー、と、食べたものが腸内細菌を介して、えー、代謝物の濃度を変えて、その結果、インスリンオペプスなどの濃度を変えて、えー、それが異常だったら病気になっちゃうっていうような、このシーケンシャルな、えっ、ー、と、反応がこうわかるわけですけども、 今回私たちが見つけたのは、このアミノ酸っていうののパターン、要するにアミノ酸コードって呼んでるんですけども、これが栄養シグナルになって直接こういうものを変化させてるっていう経路もあるので、アミノ酸の濃度さえ測れば、えっ、ー、と、ここからどういう表現形かっていうことを予想できる。まあ、これ機械学習で予想するんですけども、AI ニューチューションっていうのを、えー、と提唱しています。こういうふうに、まあ、次世代栄養学を変えていかなければいけないんじゃないかという、えっ、ー、と、提案をしています。 実際人でこれをやってるんですけども、えっ、ー、と、脂肪肝や、ま、甲子結晶などは、この、こんなようなパターンだったら、えっ、ー、と、こういう病気になっちゃいますよっていうことも分かってるんですけども、その他にもいろんな病気のパターンも分かってきていまして、えっ、ー、と、こういうアミノ酸のパターンだったら癌になってるとか、まあ、その未病動状態であるっていうことも分かってきました。で、正常なパターンもあるので、正常なところへ皆さんの血液中のアミノ酸をこう戻していくと、 えっと、それが健康になるんじゃないかっていうことをこれは示しています。ということは、摂取する栄養素を変えることによって、この濃度を変えて表現曲を変えていくっていうことが可能だっていうことを示しています。で、これは、まあ、職位競争って言ってるんですけども、その他にも、えっ、ー、と、マイクロバイオーム、まあ、腸内細菌層を変化させることによって、えっ、ー、と、このアミノ酸のパターンを変えることもできるということを示しています。 で、これが、えっと、実は AI では非常に難しくて、なぜこういうことが起こるかっていうことが分からないと、えっと、こういうものを食べさせたときにこうなるっていう気結にならないんですね。ですから、ここへ数理学を入れていかなきゃいけないので、今現在、これ DX ニューチューションって言ってるんですけども、AI ではなくて、さらに数理学的に原理を元にしたシミュレーションを、えっと、するっていう研究をしています。で、実はこれは、えっと、イーストからまんまるまで、ずっと、あの、 保存されている仕組みですですから酵母から人間まで同じ仕組みで動いているので、えー、と同じ式で、えー、と酵母でもアミノ酸の濃度を入れてやるとどれくらい脂肪がたまるかを予想できます、まあ、そうなるとですね僕一応農学部なのでこれで何かおいしいものを作れないかっていうことになります、まあ、皆さん脂肪肝って思うとあのフォアグラとかいろいろ考えると思うんですけども実は、えー、と簡単にできまして 今は、まあ、フォアグラのような白肝っていうのを作ったり、まあ、豚、まあ、フリり豚なんですけども、リジンを結合させると、霜が降るってことも分かっていまして、で、それによって、まあ、すごく美味しいんですけども、なんか商品の宣伝みたいゃなっちゃうんですけど、棒のポークっていうので、今売り出しています。で、鳥も、おそらく今年の夏に、えっ、ー、と、売りあの、秋に売り出すことになると思います。で、同じことは魚でもできるので、ウルトラスーパー、えっ、ー、と、ツナも作れるし、 逆に、えっ、ー、と、暗記もを作ることも簡単にできます。まあ、皆さんを簡単に死亡化にすることもできます。で、メカニズムの解明とシミュレーションっていうのと、まあ、種の特異性とか、まあ、普遍性っていうのをこういう、あの、結果から調べていきたいっていうのが、えっ、ー、と、今考えている方向性になります。まあ、あの、これ、実は、あの、 栄養科学者としての反省なんですけれども、今までまあ基本的な代謝学ってもう大体解決済みかなってみんな思ってたんですけど、まあ、我々のえと本当のミッションっていうのは栄養因子の過不足がまあ基礎的な物質代謝や生命現象を要ぼ影響っていうのをあの調べなきゃいけないんですけども、そういう意味ではまあもっと地道にメガデータを集積しなければいけないということをこれは示していると思います。で今後の展開ですけども、今これをもしあの我々の生活に入れようと思いますと、 えっと、まあ、常時、代謝系がモニターできるっていうのは非常に重要な技術になります。ですので、今、あの、ラマンスペクトルや、それから、え、近赤外を使って、えっと、血液中のアミノ酸を一瞬にして分かるような、えっと、解析法を、あの、研究中です。でも、ほとんどあの、血液では測れるんですけども、それをできればウェアラブル、あの、時計のようなものの中に入れて、皆さんの生理状態を終始、 あの、この、あの、手、モニターするっていうことが可能にな、なるようにしたいと考えています。で、さらに、僕は未来型食品とか資料って書いてあるのは、あの病気とか老化を、えっ、ー、と、収めるっていうような食事を、えっ、ー、と、あの、設計したいので、そのための、えっ、ー、と、生活習慣病のモデルや、僧老症モデルの動物、これクロトっていう遺伝子を潰した、あの、動物なんですけども、これ、人に近いのはピークなので、 えっと、ピークやマウスの、えっと、動物を現在作っていって、これにいろいろ、えっと、アミノ酸の変わった餌を食べせてもらって、えっと、実際にどうやれば、この老化や生活習慣病が、えっと、コントロールできるかということを調べたいと思っています、まあ。同時に、えっと、腸内細菌も非常に重要なので、これをファージを使って腸内細菌をコントロールするっていうアプローチも現在進んでいます。で、実際に、この、この、えっと、食べ物を作るときに、 えっと、我々としては、未利用資源を使いたいと考えていまして、で、特に水産資源に興味を持っているのは、まあ、市場に出回っている漁獲量のうちの20%しか、実は使われていなくて、80%は食品ロスになっているので、で、こういう、えっ、ー、と、あの、漁獲したものも使えるような、えっ、ー、と、まあ、あの、食事を作っていきたいと考えています。で、そういう意味では、これ、個人の社会での量から質への 価値観の変換っていうのは、量をたくさん食べるのはなくて、えっ、ー、と、質の高いものを食べるという、えっ、ー、と、転換をしていかなきゃいけなくて、まあ、こういうものは儲からないので、まあ、リタ主義の、えっ、ー、と、同志を現在募集中です。で、この実験や、あの、研究や教育は、実は、ワンスガーディアンズ育成プログラムっていう、 えっと、東京大学で地球のお医者さんを作ろうっていうプログラムを始めていまして、まあ、これ自身は2017年に始めたんですけども、まあ、地球上の問題を洗い出して、まあ、科学的な解決法を研究して、解決法を実践していくような科学者の集団を作るというものなので、この学生たちやあの企業の方々が、えっと、一緒になって現在研究を進めています。まあ、私自身は、あの、これ、あのみ、 MS5 って言われてます。この目標を達成するためには、実は狭い領域ではなくて、もう競争的プロジェクトって盛んに内閣府の方おっしゃるんですけど、この競争の意味は僕間違っていると思っていまして、まず、あ、協力しないとしょうがないので、この競争に変えてほしいなと思ってるんですけども、えっ、ー、と、みんなの協力で、えっ、ー、と、なんとか全体を変えていかなきゃいけないんですけども、まあ、今までどうしても、人権益とか、まあ、あたら、あの、経済的理由とか社会通念で、 えっと、こういうことはできないよねっていう話になってるんですけども、そういう、ま、常識的なことから、ちゃんと、えっと、社会全体で、えっと、変えていかないければならないのではないかと考えています。まあ、そういう意味では、人類はいくらでもこう、地球から一番最初にキックアウトされる可能性のある生物なので、まあ、それを防ぐためにも、今日から、えっと、皆でどうしたらいいかということを考えてほしいなと思って、あの、今日の発表を組み立てました。 ということで、謝辞ですけども、まあ、すごくたくさんの人にあのお世話になりました。でまあ、あのいつでもあの研究室にお尋ねいただければと思います。発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは質疑応答でございます。会場内の皆様、ご質問ある方はその場で挙手をお願いいたします。いかがでしょうか はい。それでは、素晴らしいご報告内容ということで、<laughs> 皆様、質問の <laughs> 余地のないご報告をいただいたということでしょうか。ありがとうございます。では、このお時間の報告は以上となります。高橋様、ありがとうございました。